はい、ただいまですね、東京都の新宿区に来ております。ただいまの日、本日はですね4月18日、木曜日です。統一地方選挙の後半戦真っただ中といったところで、新宿区、東京都新宿区では新宿区議会議員選挙のポスター掲示板の前にいます。定数が38に対して、53人が立候補されております。候補者のですねポスターの方を一人ずつ見ていこうと思います。小川貞弘さん、川野達夫さん、安住民恵さん、下村春夫さん、青木和子さん、岡田博さん、川村則明さん、渡辺清人さん、浜野秀明さん、宮坂俊文さん、田中紀秀さん、伊藤陽平さん、沢田歩美さん、野津健さん、時光純子さん、雨宮武彦さん、大門幸恵さん、豊島敦史さん、志田雄一郎さん、木本博之さん、桑原洋平さん、高槻真奈さん、成田健一さん、久保康介さん、堀切ささみさん、小野雄二郎さん、井桁栄一さん、小倉俊彦さん、佐藤圭一さん、渡辺道隆さん、遠藤修一さん、長原隆康さん、有馬敏郎さん、平間忍さん、与田可憐さん、中村真一さん、北島俊明さん、吉住春夫さん、田中幸恵さん、小野健一郎さん、藤原武樹さん、野本明俊さん、三沢秀子さん、池田大輔さん、佐原武さん、李小牧さん、三雲隆正さん、藤川隆さん、鈴木ひろみさん、近藤夏子さん、榎木秀隆さん、檜山真一さん、松田美希さん、総勢53人、定数38に対して53人の争いになります。この動画を見ておられる方は NHK から国民を守る党の支援者の方が多いかと思います。新宿区にお住まいの方、新宿区の有権者の方に、おきましては、 NHK から国民を守る党松田美希さんへの投票をどうかよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。新宿区議会議員選挙、ポスター掲示板からお送りしました。